のあいハイチです、えー。今回はですね、とあるドラマの、えー、感想をですね、ネットでたまたま目にしたものがあって、すっごい、こう、悔しいというか、うんって思ったことがあったんですね。で、もし、もしかしたら自分の視聴者の方たちにも、えー、そういうふうな、まあ、似たような思いがもしかしたらある方もいるかもしれないと思って。で、せっかく学生の方が多く見てくれてるチャンネルだから、自分の経験談を話すことによって、少しでいいんで、 ちょっと考えるきっかけになったらいいなと思って喋っていこうと思います。で、その何のドラマかっていうとですね、3年 A 組っていうドラマが先日ね、終わりました。菅田正樹さんが主演で、えー、あとはあと長野芽郁さんとかがね、出た、出てたドラマなんですけど、まあ、見てた方も多いと思います。最終回視聴率15、15%ぐらい言ってましたもんね。非常にこう話題になったドラマなんですが。 ざっくり言うとですね、えー、まあ、ある、とある動画、まあ、と、えっ、ー、と、フェイク動画って言って、嘘の動画だったんですけど、それによって、学生がネットで誹謗中傷にあって、自殺してしまったんですね。で、まあ、それを解き明かしていくみたいな、あの、原因とかもね、いろいろこう、いろんな人が関わって出てくる話なんですが、で、その中で、えっ、ー、と、その学生が誹謗中傷を受けた時に、えー、幻聴とか幻覚が、 見えちゃうんですよ。例えば、目の前にいる、元近所のね、おばさんとかがいた時に、何も言ってないんですけど、その人が悪口を言ってるように見えてしまう。幻覚が見えてしまったりとか、悪口を言ってるような、まあ悪口が聞こえる、幻聴が聞こえてしまうっていうのが、まあ結構、シーンとしては多く出てくるんですね。で、その今回自分が目にした感想は、そんなことストレスで幻聴なんか見えるわけねえじゃん、みたいなのがあったんです。で、それが、まあちょっと個人的には、 って思ったんですね。で、なんでかっていうと、まあ、自分も、もう20年前です。中学校の時の話ですけど、当時はネットがありません。だから自分はネットでの誹謗中傷、まあ、こういう活動をしてて、ちょっとね、まあ、悪く言われたりすることはありますけど、まあ、炎上みたいなことはまだないので、そういうのはないんですけど、ただ、その、自分が当時は、学年で嫌われていて、<laughs> すいません。ちょっと花粉でくしゃみ止まらなかったんで、一回切りました。で、そう、学年でね、えー、嫌われてって、で、えー、まあ、聞こえるような陰口ですよね。陰口の中で本当に聞こえるんですよ、ワーと。キモいとか、うざいとか、デブーとか。<laughs> あの、中学の時太ってたんでね、そう。まあ、今も肉付きがいいんですけど、当時も肉付きがよくって。で、まあ、その体型のこととかを結構言われたりとかする時期があって、そう、まあ、いろいろあったんですね。 で、もちろん、自分はネットではないので、今の学生が例えばネットいじめとかあるからさ、その晒されてる子に比べれば、おそらく軽いんですよ、自分なんて。うん、とは思うんですけど、でも当時ですね、その、まあ、中1の時、後半ぐらいから、ま、そういうのがちょっと見え、あの、陰口系がね、起こってきて。で、ま、あなんかた、なんかね、いろいろあって、それ階段のさ、あるじゃん、階段か、学校の階段の上からね、 後ろが背中蹴,蹴飛ばされて階段転げ落ちるとかそういうのもあったんですけどでもあのーまあ、いろんなことがあってだん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 その幻聴幻覚じゃないんですけど自分の悪口を言ってるようにしか見えなくなってくるんですでちあの中学3年生の時1年間でその移動教室とかあるじゃないですか図工室に行かなきゃいけないとかさそ移動教室とか登下、まあ、校の時とかあと掃除の時か以外自分廊下でたことほと,ほとんどないんですよねあんまり記憶にないんですよ 怖くて、廊下に出るのが。あの、普通に休み時間とか、まあ、男女関係なく、廊下でまあ3人ぐらいグループで話したりするじゃないですか。その横を通るのがとにかく怖かったんですよ。あのー、聞こえてくるんですよねで。今考え、今だよ。今この年になって振り返った時に、あ、そうじゃなかったんだろうな、そうじゃなかったのかもしれないなとは思うようになりましたけど、当時は、もうね、自分のその聞こえてた、当時聞こえてた悪口を言ってるようにしかも見えなくなってたんだよね。そう。 うわ、デブだよ。あいつ通ってるよ。みたいな。そう。だから今思えば、幻聴だったのかもしれないっす。そう、こっちをニヤニヤ見てる幻覚も見えてたし、正直ね、だから幻聴幻覚が、その宮瀬動画の確認がわからないんだわ。自分。もう記憶がちょっと曖昧になってるからねう。でも、そういったことは起こるんだよっていうのは、すごいなんか言いたかったの。うん。最初にも言ったように、せっかく学生の方がいっぱい見てくれてるチャンネルだから、 まあ、こういうの話すとさ <laughs>、いろいろ言われるからとは思うんだけど、でも、あの、一個の考えるきっかけになってほしいし、あのドラマを特に見てた子はそうだと思うんだけど、おそらく何かを考えるきっかけにはなったと思うんだよね。あのドラマ。すごくメッセージ性の強いドラマだったんで、自分はすごく好きだったけど、あのドラマ。だからこそ、そういうのが実際に起こるんだよっていうのは、やっぱり覚えててほしいし、まあ、言葉っていうのは、 人を傷つけることも人を守ることもできるわけだよね。できることならみんながその発する、発する言葉っていうのは人を傷つけるために言うんではなくて、人を、例えば知った激励も含めてだけど、人を励ますために、人の背中を押すために使ってほしいし、みんなが持ってるその両手っていうのは人を殴ったり、人の悪口をネットに書き込むために使うんじゃなくって、誰かをこう、誰かの、なんだろう、手を握ってあげたりとか、誰かを抱きしめてあげるために使ってほしいと思うし、うーん。 だからまあそういうふうに、ちょっとごめんね、今回着地点を決めずに喋り始めてしまったので、かなり一方的な話になってしまうんですが、まあそういったことは起こるんだよっていうのをぜひ覚えておいてもらえたらと思います。ね。<laughs> あの、なんか Hulu なんかで、ね、無料で見れるらしいんで、もしね、興味ある方、あのぜひ見て,みたい見ていただけると、うん、すごく感じ、感じれる方は何かを感じているドラマだと思いますので、ぜひチェックしてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。